鈴木亜優子は、日本の陸上競技選手。専門は長距離走、マラソン。2016年リオデジャネイロオリンピック2015年世界、陸上競技選手権大会女子5000メートル日本、代表。2021年開催の東京五輪、女子マラソン代表。愛知県豊橋市出身。豊橋市立八丁小学校時代に、地元の陸上クラブに入って、 陸上競技を始めたが、豊橋市立豊城中学校に入学した際には、陸上競技部がなかったため、小学校の時にミニバスケットボールもやっていたことから、バスケットボール部に入部したという。中学2年時には、第32回全日本、中学校陸上競技選手権大会にて、女子800メートルと1500メートルを制覇し、翌年の中学3年時での、第33回全日本。 中学校陸上競技選手権大会でも1500メートルを制覇している。また、高校坂月全国都道府県対抗女子駅伝競争大会では、中学生選手として2006年、2007年と3区を走って区間賞を獲得している。中学校卒業後、県内屈指の進学校として知られる愛知県立自習館高等学校に進学。ここで、 陸上競技部に入部して本格的に陸上に取り組むようになるが、二度足の甲の疲労骨折を発症して手術を受けたこともある。故障の影響もあり、高校時代は目立った成績を残すことはできなかったが、高校3年時の平成21年度全国高等学校、総合体育大会での陸上女子3000メートルで8位入賞を、 私、果たし、家族や先生が私を支えてくれたとこのレースを印象深いものとして語っている。2010年、名古屋大学経済学部に進学、名古屋大学を進学先に選んだ理由の一つは、男子選手と一緒に練習できる環境があったからだと言う。大学4年間では1年時に2010年世界ジュニア、陸上競技選手権大会に日本代表として出場。 女子5000メートルで五位入賞を果たし、大学2年、3年と日本学生陸上競技対抗選手権大会女子5000メートルを連覇するなど実力を発揮するようになる。名古屋大学経済学部では、イギリス経済史が専門の金井祐一教授のゼミで学んだ。2013年、大学4年時に第27回柿ユニバーシアード日本代表に選出され、本番では、 女子1万メートルで金メダル、5000メートルで銀メダルを獲得した。2014年大学卒業と同時に日本郵便に入社し、同年に結成された日本郵政グループ女子陸上部に第一期選手として参加した。社会人2年目の2015年第99回日本陸上競技選手権大会女子5000メートルで3位に入り、 第15回世界陸上競技選手権大会日本代表に選出された。世界陸上本番では8月27日の予選2組で15分28秒18で6位となり決勝に進出し8月30日の決勝レースでは1000から2000までは微細美咲と戦闘を引っ張り3000以降も上位をキープ。 15分08秒29の自己ベストタイムの記録で9位となった。2015年9月に行われた第63回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会女子1万メートルでは31分48秒18で初優勝し2016年リオデジャネイロオリンピックの参加標準記録32分15秒00を突破。 2016年1月に行われた、皇后坂月全国都道府県大公女子、駅伝競争大会で休暇アンカーを務めた。タスキを受けた時点では4位で、1位との差が1分37秒差であったが、これを逆転して、愛知県代表で初優勝となった。5月に行われたペイトン・ジョーダン招待陸上2016の女子1万メートルでは31分18秒16。 をマークし、日本陸連が定めた同オリンピックの派遣設定記録三十一分二十三秒十七も破った。六月に行われた第百回日本陸上競技選手権大会女子一万メートルでは、同僚の関根花館とともに積極的に集団を引っ張り、最後は関根を突き放して三十一分十八秒七十三で初優勝した。また、女子五千メートルでも、 先頭を引っ張る動きを見せたが、最後200メートルで、微細美咲に交わされ、15分24秒47で2位に入った。この結果をもって、リオデジャネイロオリンピック女子1万メートル及び5000メートルの日本代表選手に選出された。ただし、2016年8月12日に開催された、リオデジャネイロ五輪女子1万メートルは、左足の違和感から欠場した。 4日後の8月16日、リオ五輪、女子5000メートルの予選2組に登場し、そのレースでは合法直後から自ら積極的に戦闘集団の前方で走行。だが、途中で他選手のスパイクが鈴木のすねに当たって流血するアクシデントもあってか、4000メートル過ぎで集団から脱落。結局15分41秒82の同組12着に終わり、 5000メートル決勝進出はならなかった。11月27日に行われた全日本実業団女子駅伝では肉を走り、チームの初優勝に貢献した。2018年8月26日の北海道マラソン女子の部にて障害初となるフルマラソンに挑戦。レースは後半勝負と決めて待機策を取り、32キロメートル過ぎで先行していた。 谷本寛月を抜き去ってからは独走となり、最終的には2時間28分32秒で1位入着し、初マラソン初優勝を飾るとともに2020年、東京オリンピック代表選考レースとなる、マラソングランドチャンピオンシップ出場権を獲得した。2019年2月3日の香川、丸亀国際ハーフマラソンでは、ハーフマラソンに初挑戦にして、 日本歴代3位の1時間7分55秒でゴール。優勝した別次サイナとマッチレースを展開。20キロ過ぎで離され2位だったが、日本女子にとって13年ぶりの7分台を記録した。2019年9月15日に開催されるマラソングランドチャンピオンシップ数日前の下馬評では、鈴木が本命視されていた。その MGC 本番では、 合法直後に一人飛び出した一山真生鈴木を含めた有力選手たちがついていき気温25度と暑さの中ハイペースな展開となる 18km を過ぎると優勝争いは鈴木と前田実南の二人に絞られたが 20km 付近で鈴木は前田についていけなくなりそれ以降の鈴木は2位の単独走にレース後半に入っても先頭の前田とは 差が広がる一方で、さらに終盤の 40km 以降で、鈴木は大きくペースダウン、3位の小原玲が鈴木を猛錯する格好となった。それでも、鈴木は4秒の僅差で小原をかろうじて振り切って、2時間29分2秒のタイムを記録し、2位でゴール。これにより優勝の前田とともに、翌2020年東京オリンピック女子マラソン日本代表2が、 内定選出された。2021年8月7日に、札幌で開催された東京五輪、女子マラソンでは19位でゴール。2006年2007年2010年2011年2012年2013年2014年2013年2014年2015年2016年,2016年2017年2018年2019年。ありがとうございます。